共犯チャンネル。はい、こちらはね、白浜町の桟橋から白田荘にかけての三幸通りに来ております。この三幸通り沿いにありますヘアサロンラカさんで今日はお世話になります。このね、ラカさんの店主でありスタイリストさんでもありますゆかさんはね、とても明るいお人柄で笑顔の素敵な、またそれもね、ここラカさんの大きな魅力になるんじゃないかなと思っております。じゃあよろしくお願いします。じゃあ今日担当してくれるゆかさんです。よろしくお願いします。こちらへどうぞ。どれぐらい？もうお任せします。もうゆかさん、こんなんしてみたかってんとか、足見たくなってます、ね、あ、もうそれでもええし。まあ仕事上ちょっとあまり奇抜なのはあれだけど、そんなんじゃなかったら。あ、このこんな感じであれするの邪魔じゃない？うん、大丈夫。大丈夫、うん、さすが本当困ります。うん、あ、もう楽しみにしてます。うん、もう髪型詐欺にしてもらえたら。ケタを手先に来てください。あ、大丈夫です。とは言うてますけど、ケタだったことは一回もないので大丈夫です。こちらは、車は多かったですか？あのね、戻る車が多かった今。そう、うん、みゆき通りだったっけ、ここの通り。みゆき通り沿いのラカさんですって、うん、言おうかなと思って。まあでも最近は鉄道マニアっていう声でもまだ全然ある程度市民権得てきてるから、あれだけど昔は恥ずかしくてもう余裕わんくて。ああ、そっか、うん、なんかちょっと特殊な感じ、うん、そうそう、うん、鉄道みたいな。そう、うん。なんか言うたらもう自分の趣味がその音楽しあるって言うても、ジャンルがもうなんか結構汚れなやつやから。だからもう趣味があって、汚れシンガー、鉄道マニア、足フェチって女の子の嫌がるもんばっかりやと思って。だから最近ちょっとお菓子作り始めたのは、あ、これやったらええかなと思ってね。クリスマスケーキ、あ、それ僕考えてんのがね、クリスケーキとあのクリームを別にして、はい、うん、もうクリームとそのフルーツを別の皿にして、はい、でその横にケーキを置いて、つけ麺だってあんねんからつケーキだってあってええやろという。だからもう多分デコレーションすんのが大変でしょあれ。そうや、うん、自信ないよ僕、うん、あれはほんまにちょっとセンスも伝われるし、うん、そうあのデコレーションが、うん、いや、じゃあ、うん、ちょっと待って、最近カゼロカフェは行ってない？最近行ってない？なんかカゼロカフェの営業時間が短くなってしまって、うん、あ、そう、うん、なんか9時半ぐらいにしまってる。あ、そうか、ま、なんかね、お若い子って、うん、ゆかちもクリスマス前になんかフリーだったりとかしたら意味なく焦ったりとか、うん、したことあった？まあ、でも、うん、女子はよ、女子同士で全然いけるからよ。ああ、そうか、そうやな。そんなにめちゃめちゃ焦ったりとかはないかな。うんうん、男はもう若い頃になったらもう今更ジタバタしてどうにもならんし、うん、でそういう時にジタバタしたらなんか余計女の子引くやん、なんか、うん、そう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 、やねんけど、まあ、まあ女の人の方がほんと精神年齢高いからな、そういう時。そうだよね、うん、若い人ってあんまりその辺がついてないからまた違うんやろな。そうやと思います、うん、あとまた出てますね、うんうん、またで出たことはあんまりないけど。まあそう言うてもらえてありがとうございます。動画用にリップサービスしてくれたのに僕そこでモテたことないけどとか言うてしまったらあかんやんね。ゆかちにカットしてもうた後はいつもモテてるんですよ、なぜでしょうねあれ。
れなんか正面から撮ったらめっちゃ耳が隠れるんよ。だからようたまにあの写真で撮ったりしたら耳がないとかでいつもコメント入ってね。多分顔の形ね、正面から撮ったらそうやわ。そうそう、あんま自分ではねそんなの分からへんから。結構好きで長さどうですか？あ、ちょうどいいです。はい、お願いします。かられる衝動に駆られるあーなるほど。あでも、うん、ここ見るたんびに安心しますイエーイ、イケメンになりました。やったー、イエーイ、ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。はい、無事今日も聞いていただきましてね、いつもよくしてもらって ありがとうございます。そしたらね、あの店主のちょっとゆかっちさんの方にゆかちいつもありがとうございます。ここラカさん、まあ、私いつもカットでやってもらってるんですけれども、あのゆかち特にカラーの方が得意なんですよね。そうですね、カラーはやっぱり自分がやってても楽しいし、はい、あ楽しそうですね僕もゆかち一番最初に見た時ね、髪の毛の色がわーなんかすごい明るいのにけばくないとか思ってねですごくあのそこからファンになってね、はい、お世話になってるんですけれども、うん、まあまたこれからもぜひ、うん、よろしくお願いします。でこれつまらないものなんですけど、うん、一応、うん、ちなみに僕焼いてきたやつです。マジでめっちゃ貴重な、ケーキですか？うん、あのバウンドケーキをチョコレート、あのチョコシロップを、はい、あの練り込んでやったやつなんで、ほらチョコマーブルとかってあったじゃないですか、はいはい、うん、そんな最近はデニッシュっていうのかな、すごい、うん、そんな感じのやつさせてもらったんで、そして皆さん見てくださいこれ、うん、この中にちゃんとこういうこれやってるんです、このそうなんですよ、ね、うん、こういう豆さがやっぱり持てるんですよね。ねえ、そうでありたいですねやっぱいくつになってもモテていたいですからね、ありがとうございます。あ、いえいえ、うん、ぜひ、うん、これあの常温で保存も可能なんで、はい、うん、ありがとうございます。あ、いえいえ、ケーキいただきました。あ、やったー、美味しく食べてもらえたら嬉しいです。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ、ゆかちゃんありがとうございました。はい、ありがとう。ありがとうございます。またぜひよろしくしてあげます。